えー、そろそろ大河ドラマで鈴木の書いた河川、えー、が出てきます。もうそろそろ4月の半ばぐらいには金ヶ崎の戦い、姉川の戦いが出てきます。予習にどうぞ。金ヶ崎の4人、姉川の4人、ダイジェストさん発売中、鈴木吉郎作家ラジオ。え今日のテーマは、 移動中の入力はどうしたらいいか、えー、今日はあ、お便りです。うん、ラジオネーム同式さんからです。こんにちは。はい、こんにちは。散歩やあ歩いてでの移動の時に、えー、可能な情報収集のやり方はありますでしょうかうん 電車に乗っている時なら本を読めばよいのですが、歩いている時、イヤホンで鈴木先生の講座を聞くなど考えましたが、おすすめのイヤホンなどありましたら教えてください。ラジオネーム、どうしきさん。えーっと、これ困っちゃったよね。<laughs> 何が困っちゃったかっていうとさ、 いや、ええー、とね、ごめん、これね、これ聞いてるそこのあなた、<laughs> そこのあなた。これ僕もよくわかんないので、これ聞いてるあなた、むしろこれ言うのがいいよっていうのを教えてください。<laughs> あの、お便りくださいな。なぜかというと、僕はほとんど出歩かないんだ。<laughs> もう、大抵はうちにこもり、 気になるのでね。で、まず、ウォーキングも、えー、万歩計一応、万歩計、え数、ー、ホ一応、ほら、スマホに入ってるんだけど、千歩行かないときって、ザラにあるからね。ええー。 会社を経営してて、得意先、その、まあその頃は、得意先周りは、その車で移動してるとき、まあそういうときは、ああ、うん、まああの間はね、その、スマホがまあなかった時代でもあるので、まあそういうときは、AM ラジオだね。東海ラジオが多かったかな。あの、 愛知岐阜宮の東海三県を走っていたので、そうすると、どこにいても聞けるってなと、まあ、ああ、AM ラジオでも、そのレンジの広い東海ラジオか CBC か NHK ってことになるんだけど、まあ、あ、僕は東海ラジオよく聞いてました。んで、ラジオで、トーク番組だとね、ええー、まあ聞いてて楽しいし、情報も得られるっていう、まあそういうこともあったので、んで、 ラジオのトークだと、自分が関心を持ってない話題,話題でも、まあ向こうから話をしてくれるので、そこら辺がすごく、その、いわゆるネットニュースとはまた違った、うん、その役立ち方ってあるんだよね。で、まあ、あとはそうだ、とりあえず、その、歩いてる時に聞くっていうのは、 何がいいんだろうね。あの、ポッドキャストは少しずつ定着しつつあるという話は聞いてはいます。本当に定着してるのかと思いますけどね。海外ではすごいらしい。海外ではもうす、もの、あの、ものすごい勢いで、その、広がってるんだけど、日本は意外とそれほどでもっていう感じかな。うん。 まあ僕はよく聞くけどね、ポッドキャストだと、まあ週に一度欠かさず聞いているのは、髭男爵のルネッサンスラジオっていうのは毎週月曜日欠かさず聞いてます。あと、ラジオトークっていうところで、あの、お限界、限界会社員の梅塩だったかな。まあ、うん、その人のやってる ポッドキャストあタイトルが出てこんな。うな、ん。女性なんだけど、こう、ものす非常にこう、落ち着いたテトーンで、んで、こう、お寝る前にこう、こもり歌代わりにして聞いてます。割と、割とどうでもいいような雑談、フリートークをこう、お 耳馴なじみのいいっていうか耳に馴染むような静かなその口調で聞いてくるのでこう「ポッドキャスト埋めしよう」でこう検索かけてると出てくるよ。もう僕はその人のポッドキャストはまあ毎日欠か,かさず聞いてるかな。発信する立場からするとポッドキャストってすごく便利ですとこういう音声メディアってね。 YouTube よりもやりやすいかな。あの、YouTube はどうしても画像を入れなきゃいけないんだけれど、ポッドキャストだと,だと音だけで済むので、まあ、部屋片付けなくていいし、メイクしなくていいし、してねえよ。まあ、それでね、非常に手軽に発信できるんでね。発信者の側からすると、とてもお手軽でいいんだけどね。 へえ。ちなみにこの、ポッドキャスト。これ、YouTube で聞くと、ギガ食うかな。全く同じようなものをさ、同じものを、音声ファイルだけで流してるので、その、もし、えっ、ー、と、どうしきさんがきあの、何で使って聞いてるかわかんないんだけど、iPhone で聞いてるんだったら、iPhone のポッドキャストってあるのかな。で、Android だったら、 アンドロイドだったら、Google ポッドキャストって初めからついてると思う。それか Sp、Spotify、えー、Spotify、もしくは、あの、Amazon Audible などをね、えー、そのアプリをダウンロードして、んで、えー、それで鈴木貴一郎のこの小説講座ラジオ、 アクセスすると、で、ダウンロードして聴けるんだよ、曲、あの、この話が。で、そうするとダウンロードしてきあの聞くとさ、ギガも食わないし、うん、で、いつでもどこでも聴けるのでね、っていう、まあ、そんな風です。で、まあ、歩いてるときは僕は入力というよりは、その、 ネタを考えてる時の方が多いかな。こうぼーっと歩いてる時にそのネタを練ってあこれっていうふうにまあほら散歩してるとさ寝たと思いつくからねだから、まあ、あの、メモ帳とペンは欠かさず持ち歩いてます。 スマホ使えよ、お前って言われそうだな。まあ、ああの、スマホと違って、えっ、ー、と、紙とペンっていうのは電池食わないからね。電池源の心配をしなくていいので、そういう点はすごく、う便利よ。ねまあ、あの、ちょっとここ聞いてる人、私は、 この散歩やあ散歩してる時だとか車乗ってる時の情報収集ってこうやってますっていうのがどのあったら教えてくださいな。本当、我ながら不健康な生活してるよね。歩けよ <laughs> 本当に。 この番組へのお便り、ご質問を募集しています。Google フォームで特命ボックスを用意しました。えっと、概要欄からアクセスしてください。で、概要欄かよくわかんないって方いらっしゃったので、えっと、概要欄、スクロールしていくと出てきますので、そちらからアクセスしてください。で、そうするとお便りだとかご質問のそ欄にたどり着けると思います。 鈴木貴一郎小説講座では随時受講生を募集しています。リモート対応で世界中どこにいても受講できます。江戸川乱歩賞や横溝清賞、オーリオモノ新人賞など圧倒的プロデビュー実績を誇っています。受講申し込みは概要欄からアクセスしてください。この番組は YouTube をキスセッションにサウンドクラウド、 アップルポッドキャストグーグルポッドキャストスポーティファイアマゾンオーディブルなどのポッドキャストプラットフォームでも配信しています。というところで今日の鈴木喜一郎作家ラジオそんなところでではではでは。